はいどうもこんちゃくれです、よろしくお願いします。さあということで今回はバージョン 1.02.00 アップデート到来ということで動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで厳密にはね、明日おそらくこの動画が上がってる翌日に、来るであろうアップデートでございます。まあ、そのアップデートについてですね、今回もまた事前に、告知がねされましたので、ちょっと今回はこちらの、内容をね見ていこうかなと思います。僕自身もこの動画を撮る前に、しっかりと内容を見てみたんですけど、まあ、かなり濃い内容になってますので、まあちょっとそのあたりいろいろと掘り下げながら見ていこうかなというふうに思っております。じゃあもうね、早速本編入っていきたいと思います。どうぞ。さあということで、早速ですね内容の方を見ていきたいなと思います。まずアップデート日程ですね。はい、こちらに関しては2023年の8月30日11時から13時ということで、2時間のメンテナンスが入るみたいです。このゲームをね、結構毎回のアップデートすごい濃い内容が来るんですけど、その割にメンテナンスが短くてすごいなと思いますね。で、まあ、ここから内容の方を見ていきたいなと思います。まず一つ目がやっぱり、最注目のポイントでもありますが、新規のスペシャルカード追加ですね。まあ、こちらはね、先日のパッチノートで、公開がされてた通りですね、各球団5選手ずつが追加になっています。なんですが、ちょっと正直ね、思ってたよりなんか新規感があんまりないなっていうのが個人的な感想ですね。まあ、もちろん球団によっては新規選手も出ているわけなんですけど、結構なんかシーズンとかで出てるっていう、もうすでにゲーム内に出てるよっていう選手がまあ多いかなっていう印象ではあるんですよね。で、まあその中で見ていくとですね、まあエンゼルスですね、まあ、僕自身もメインでやってるエンゼルスですけれども、まあ、エンゼルスはね、手薄なキャッチャーのマルドナードですねが、まあ、出るということで、まあ、ここは補強ポイントになるんじゃないかなと思っています。まあ、現状はシーズンのスタッシュ使うかサイス使うかライブのサイス使うかしかないので、オーダーの見栄え的にもね、まあ、B っていうことで、まあ、なかなか厳しいという感じであるんですけど、デッキスコア的にも比較的入れやすいのかなとは思っています。でも、まあ、あとはですね、中継ぎのシールズですねが、追加されるみたいです。スコット・シールズ選手、まあ、ここは中継ぎ強化に必須になってくるかな。でも、まあ、あとは、フレッチャーがね、なんかしれっとまた追加されるみたいなんで、ちょっとまたなんかフレッチャー祭り再来の予感がしています。まあ、といったところがエンゼルスでございまして、まあ、その他で言うとね、マイコラスのスペシャルカードが、今回初登場、カージナルスのマイコラス、元巨人のマイコラスが追加かな。あとはどうだろう、新規の日本人選手って多分いないよね。この僕もちょっと英語表記なんで見落としてる可能性もあるっちゃあるんですけど、3週ぐらい見たんで多分いないはず。まあ、ぜひ皆さんのね、注目選手とかもいたら教えてください。続いて2つ目がですね、得意フェイスの追加ですね。まあ、特異っていうのは毎回言ってますけど、固有みたいなものだと思ってもらえればと思います。で、まあ、打者投手ともにね、結構な人数が追加になっているんですが、まあ、個人的にはね、吉田正尚選手、藤浪選手あたりの、まあ、日本人選手で今現状ちょっと似てないと言われてる選手たちの、まあ、追加を期待してたんですけど、今回はないっぽいですね。ただ、まあ、その中で言うとモーガンがね、今回、追加になるみたいですね。まあ、元々のやつは多分なんか汎用みたいな感じになってたんで、まあ、そこはちょっと楽しみかな。で、合わせてですね、得意フォームの追加ということで、こういうフォームの追加が、来ました。ただこちらも日本人選手の追加はなかったですね。まあ、注目ポイントで言えば、キム・ハソン選手とか、まあ、あとはカーショーもね、今回追加されるみたいなんですけど、これどう変わるのかっていうのはね、注目かな。まあ、年度によって多少もしかしたら変わるとかもあるのかもね。続いて4つ目はこちら。はい、まあ、今回個人的に激アツだと思ってるのはこのホームラン演出の追加ですね。いやー、特にこのエンゼルスの兜演出、今これ流れてると思いますけど、ちょっとぜひ見てください。めちゃくちゃ再現度高い、やばくない？ちょっとびっくりしたわ、さすがに。あのホームラン演出セレモニーがね、追加されますっていうのはパッチノートでも出てたんですけど、まあ、そこでやっぱこの兜はね、最注目に挙げられてたわけなんですけど、いや実装早かったっすね。で、まあ、あと他で言うとですね、アロンソ選手とかコレア選手の、バットフリップ演出なんかも追加になっています。いやー、これもね、両方とめちゃくちゃかっこいい。で、続いて5つ目がですね、プレイ履歴の追加ですね。これね、ちょっと英語版の、スクショになってるんで、ちょっと分かりづらい部分もあるんですけど、まあとにかく分かることはめちゃくちゃ細かい、うん、めちゃくちゃ細分化されてデータ化されてるっていうところですね。まあ実際正直でもこれって対人戦じゃなくてリーグモードのデータみたいな感じになってるので、実際どこまでの実用性があるのっていうところは、まあこれ使ってみないことには何とも言えないかなっていう感じではあるんですけど、まあこれを暇つぶしに見てみたりとか、あとはこれがあることによって、まあ、リーグモードの自走さっていうところも楽しくなってくるんじゃないかなというふうには思っています。
普段からねもう笛でしか周回しないとか、まあ、オートでしか絶対やってないみたいな人にとってはあんまり興味ない部分かもしれませんけど、まあ、これを機に一回ねちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思います。で続いて6つ目はこちら、得意フォームフェイスのプレビュー機能追加ですね。はい、まあ、これはですね簡単に言うとプロスピというところのモデルビューワーみたいな機能かなと思います。で、まあ、自分自身が持ってる選手はね実際に使ってみれば、まあ、どういった表情になってるかとかフォームがどんな感じかみたいなのって分かると思うんですけど、実際自分が持ってない選手でもこの図鑑であったりとかっていうところで、まあ、このモデルビューワーすることができるっていうね、まあ、そういった機能になるかなと思うので、まあ、これは普通に嬉しい機能かなと思いますね。名鑑見てるだけでも時間が本当に溶けそうな感じがします。で続いて7個目がですねピックアップスカウト画面改善ということで、まあなんかいろいろまたねガチャ画面の UI みたいなところも変わってくるみたいです。フォーカスプレイヤーのラインナップがね見づらい感がちょっとあったというか、まあ、選手それぞれがちょっとちっちゃかったんで、まあ、これが UI 変わってくれるっていうのはいいかなと思います。であとはスカウトおよびカードパックの結果画面の改善ということで、まあいろいろとウィッシュリストにね追加されてる選手が出た時に、まあ、分かりやすくなったよみたいな感じですかね、まあ、あとお気に入り球団にもねちょっとマークがつくみたいですね。であと打点バトルの、改善が来てたりっていうところもあるんですが、個人的にはねこの10番の内容が細かいながらいろいろね書いてあるかなと思っていて、まあ、その中でも一番最初に書いてあるトレーニング時の必要ポイントの費用、軽減ということで、内容としてはトレーニング素材として選手カードを使用する場合に必要なポイント費用が軽減されますと書いてあるわけなんですけど、まあ、選手カードを使用するときって書いてあるってことは、まあ、トレーニングカードで、まあ、トレーニングをするっていうときは対象外になっちゃうのかなとは思うんですが、まあ、上げれば上げるほどねこのトレーニングもポイントがかかってくるので、そこの消費が抑えられるようになったっていうのは非常にありがたい仕様変更なのかなとは思います。あとは一塁三塁側のファールライン近くの打球を守備時に野手がゆっくり走る現象が、改善されますと、これもね結構ライブマッチとかやってるとよくあると思うんですよ、まあ、ファールフライなんでそれ取らないのみたいな、そういうのが改善されるんじゃないかなと思います。あとは内野手がダイビングキャッチした後の素早い送球モーション追加とか、タイミングを逃した際のコンタクトに集中するスイングモーション追加、ファールのカメラ演出が改善、さよなら押し出しフォアボールの演出追加とかね、なんかさらっと書いてあるんですけど普通に多分大幅な改善になってると思うんですよこの辺りもね。なんで、まあ、この辺りもちょっとどういう感じで変更されてるのかっていうのは、注目ポイントかなと思います。はい、まあざっとそんな感じですかね、まあ、今回のアップデート内容を見ていったんですけれどもいかがだったでしょうか。個人的に今回一番注目な変更というか、まあ、追加とはやっぱここかな、兜演出がリアルすぎて一番は感動したかなっていう感じですね。まあちょっと新規のカード追加に関してはね球団によりけりかなっていうところもあるんですが、この辺りの感想もぜひぜひコメント欄で教えてください。で30日から来るガチャがですねもう早速新登場の選手が対象になるみたいです。ピッチャーですね。いやまあピッチャーはねやっぱ回したいな。それこそマイコラスとかも今回ピックアップになるみたいですね。エンゼルスはヒーニーですね。この辺りはまた、ガチャが登場したら動画の方を撮ろうかなと思ってます。はい、ということで、今回はバージョン 1.02.00 アップデートについて触れていたんですけどいかがだったでしょうか。ぜひぜひさっきも言いましたけど皆さんの注目ポイントだったりとか、など選手追加に対する感想であったりとか、また今後ここを改善してほしいとかね、まあ今回のアップデート踏まえてあればですねコメントに書いていただけると嬉しいです。ということでこの動画少しでも参考になったアップデート理解できたという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。